調理コンロタイプのロケットストーブロケットストーブは断熱された排気管と燃焼管を持ち、焚木などを燃料として使用する燃焼機器のことである。典型的なロケットストーブは J 字型に配置された燃焼管に断熱材を周囲に詰め込んだ簡易な構成で実現できる。設計図や応用例が広く公開されており、製作は比較的簡単である。 また、進化の経験が少なくても、比較的簡単に使用できることも、特徴の一つである。燃焼運転を開始すると、排気管から勢いよく排気され、火力によっては、炎も見える様から、ロケットストーブと呼ばれている。1980年代、アメリカ合衆国の応用生態学の学者で、イアント・エヴァンスらが、発展途上国で使用することを前提とした、適正技術として、 ロケットストーブを最初に開発した。イアント・エヴァンスらの主張によれば、長年、途上国の農村で悩まされてきた室内での焚き木ストーブによる煙や粉塵の発生を解決できたとしている。日本にロケットストーブを紹介したのは、広島県三好市で強制案を開き社会活動を行っている荒川淳太郎である。2005年、アメリカ合衆国を旅行していた荒川が、 オレゴン州で訪問した家庭にあったロケットストーブに興味を持ち、英語版の簡素なマニュアルを持ち帰ってストーブの自作を始めた。荒川が作ったロケットストーブの話を聞いた石岡慶造が2011年に現代農業にロケットストーブの連載を始め、これにより日本での認知度が高まった。ロケットストーブの概念図以下に焚き木の燃焼について、 およその温度と燃焼反応の関係を過剰書きで示す。ロケットストーブは焚木を二次燃焼まで引き起こすことで燃焼効率を高めたものであるが、以下にロケットストーブの燃焼過程を過剰書きで示す。上述の通り、ロケットストーブの燃焼効率の高さは燃焼炉への空気の吸い込みを増やす点にある。通常、ストーブは煙突が高いほど空気の吸い込みが増える。 ストーブの経験則として新しく作った煙突は吸い込みが悪いというものがあるが、これは新しい煙突の場合、燃焼ガスが煙突内壁に触れて冷えてしまい、圧力差が低下するためである。古い煙突は内壁ガス素で覆われてこれが保温効果を増すため吸い込みが良くなる。すなわち、ロケットストーブとは燃焼容器に断熱煙突を組み込んだ燃焼機器であり、 煙突を断熱材で囲うことにより、煙突の内外の圧力差を大きくして燃焼効率を高めたものである。典型的なロケットストーブの2面図。1、フューエルフィード。2、バーントンネル。3、ヒートライザー5、ファイアボックス4と6、ダウンドラフトベル、バレル7、マニフォールドヤントエヴァンスは、ロケットストーブの設計上の注意点として以下を挙げている。 ヒートライザーの周囲には断熱材を巻きつけて必ず断熱する必要がある。これによりヒートライザーを高温に保つことができ、焚き木の二次燃焼を促進する効果が得られる。またバーントンネルも同様に断熱する。石綿が使えない現状では断熱材には軽石、パーライトと粘土を混ぜたものを使用すると良い。ロケットストーブの原理を抑えてあれば、 様々な材料を使って製作できる。一般的な製法は、イット缶やペール缶などの金属の缶と煙突用として市販されているステンレス製の交換を中に通してこれを燃焼炉とするものである。そして缶と燃焼炉の間の隙間を園芸のパーライトやバーミキュライトを断熱材として詰める。ただしバーントンネルやヒートライザーにステンレスなどの鋼管を使用した場合、 熱によって徐々に劣化する。この問題を回避するため、レンガや瓦、粘土を使って、ロケットストーブを作る例もある。ロケットストーブの長所と短所は、以下の通りである。ロケットストーブの大型化して、暖房を目的にした、ロケットヒーターまた、応用例として、暖房ベンチがある。暖房ベンチは一種の床暖房で、ドラム缶などを使って、ロケットストーブを大型化し、 排気炉を水平に配置してその上を土で塗り固め、ここをベンチにしたものである。また土に採石を混ぜると蓄熱効果が増す。欧米や途上国では、このロケットストーブを利用した暖房ベンチをコブハウスに組み込んだ例が多数報告されている。レンが22個を組み合わせて製作した簡易なロケットストーブで0 8キログラムの焚き木で米5合を20分で炊いたという報告がある。 ありがとうございます。